コレートプラネットの5分ラジオ、チョコプラのラ。どうも、チョコレートプラネット佐田です。松尾です。始まりました、チョコプラのラ、はい、本日は、5月の9日ですね、はい。ゴールデンウィークももう終わりといったところでしょうか、はい、ね。これゴールデンウィークっていつまで、もう終わり6まで、うん、振り返りで7とかじゃない？6が何、6が月曜日じゃない？違う、ね、5がね土曜日なんだよ。で5が祝日でしょ。だからその振り替えが7に来るはずなんだよ確か。そんな長い？だから9連休ぐらいあるんだよ確か。あ、そう。だから今日明日が平日なんだね本当は。そう、あの別に、ね、うん、ね、でもなんかその連休スペシャル市場みたいな、なんかそうだ、その時に有給を取る人もいれば、そこを会社も休みしちゃうっていう会社もあるでしょ。そう。だからもう最大9連休ぐらいあるんですよね、うん、すごい。ゴールデンウィーク、行ったとか昔、子供の頃、行ってたけどね。どこ？でもなんかこんな大型連休じゃなかったよ、昔は。いや、なんか、まあ、3日、4日の話だったよ、昔は、うん、そうでしょ。なんかこう9連休とかそんなあって5日とかやったよ。3、4、5だけでしょ。そう、29とかが最近の休みの日だったんですか。そう。あれ何の日だっけ今、昭和の、昭和の日、ごっつ休みの日。ごっつ休みの日じゃないです、昭和の日です。昭和の日ですか、うん、俺もそういう昔、そういう連休とかが、そう全然好きじゃなかったわ。なんで？いや、あ、そうか、親が、そう、共働きで箱根だからさ、一番忙しいのよ。なるほどね。だから本当もうずっと家にいた。悲しい。ずーっと悲しい。じゃあさ、うん、平日遊びに行くの？そう、大体そう。あ、でも平日は学校でしょ。うん。じゃあ丸々休みの日ないってこと？だからもう1年に、うん、では夏休みとかも、夏も箱根は忙しいから、うん、夏のどっかの日曜日、うん、あ、だから平日かに、夏の平日、夏休みの、あ、夏休みの平日ね、平日、うん、なるほどね、に父親が休み取って、うわ、海とかは行ってたけど。なるほどね。そんな、なんか、あ、じゃあもう普通の時はないんだ。ない。だからお正月とかに、なんかそのみんなでダラダラみたいなしたこと。うわ、マジでか。もうだって昼朝起きて、お年玉もらって、もう父親も仕事行って、うん、なるほどね、もう終わりっていうかさ、もう一般の、例えばめちゃくちゃベタな生活してる人ってさ、うん、すごくない、うん、週休2日でしょ、うん、っていうこと、土日毎週必ず2日休みあるってさ、すごくない？俺らからしたら。いやね、いや、俺らってまあ月、まあ、今はちょっと忙しくさせてもらって、まあ、1回2回あるかどうかですけれど、うん、いや、それでもな、別にそんないらんやん。いや、でも多分もう働き方が違うよ。やっぱ朝から満員電車に乗り、うん、まあ、確かそうか。もうだって俺なんか実動さ、うん、じゃあ今日ゴステですって言われても、うん、実動30分ぐらいじゃん。確かにね。で、うん、あとはあの絨毯を探し、うん、横になり、うん、携帯をいじり、うん、なんかもう、うん、あった畳に群がり、そう文句を言い文句を言い、スタッフに昼飯を買いに行かせ、そう考えたら普通の働いてる人はやっぱもうガンガン働いてるもん。まあ、そっか、フルタイムで働いてるから。そうそうなるとやっぱ9時から5時まで、基本9時5時じゃない。一番ベタな仕事って何？郵便局とか。いや、だ、工場とかもそうじゃない？ああ、俺だからその、なんだっけ、そうか、ダンボール工場で働いてた時はもう9時5時だった。ああ、確かにそれはあるね。そう、もうガッ。でも俺のところは全三菱自動車のその工場で働いてたけど、そのシフトが、あの、夜勤昼勤やったから。ああ、なるほどね。うん、そこが全然違うのよね。その時はだから俺もうほんと2日間があっという間だったの、休みなんて。でも確かにそうやった。もっと欲しいと思った。確かにそうやった。もっと欲しいし、もう月曜日なんて来なくていいと思ってた。いや、確かにそうやわ。すげえ憂鬱だったよ。確かによ、何万枚もダンボール紙が流れてくるのを見て。いや、確かにそうやった。工場で働いてる時は確かにもう早く、働いてる人ってすごいんだよ。休みすぐ過ぎてたわ、うん、本当に。何やろな、充実してるってことなのかな、ということは。今そうだよ、きっと。そういうこと、うん、休みいらんということはそういうことか。
いや、あと金が欲しいってだけじゃない。なるほどね、うん、さあ、というわけで、あ、ちょっとおはがき全然読めてないんですけど、また来週ですね、バイバイ。